ただいまから2018年プロ野球セントラル野球連盟表彰式を行います。先日9月28日ここ名古屋ドームにて中日ドラゴンズ岩瀬仁紀選手が通算1000試合出場、そして通算1000試合登板を達成しました。まずは106ビジョンにご注目ください。それでは岩瀬仁紀選手、どうぞご登場ください。まずはじめにセントラル野球連盟秀淵和秀統括から記念品が贈られます。続いて株式会社中日ドラゴンズ矢野博成代表取締役社長から賞金が贈られます。株式会社中日新聞社白井文吾代表取締役会長から賞金が贈られます。株式会社名古屋ドーム千崎信樹専務取締役から賞金が贈られます。中日ドラゴンズ後援会宇田敏夫後援会会長から賞金が贈られます。ここでフォトセッションを行います。試合出場、そして通算1000試合登板を達成しました中日ドラゴンズ岩瀬仁紀選手に毎日の大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。以上2018年プロ野球セントラル野球連盟表彰式でした。